皆さんこんにちは、ベーシストの関谷智隆です。ライブでイヤモニデビューしてみないですか？前回の動画で X5 さんから U4 というワイヤレスでイヤモニを使えるセットを送っていただきましたが、今回なんとイヤモニそのものが送られてきました。ありがとうございます。 T9 で、これちょっとレビューしてみようかなと思うんですけど、かなり導入しやすい価格帯のイヤモニで、普段僕が使ってるこのフィットイヤー、耳型を取ってカスタムでね、使えるイヤモニなんですけど、導入するには結構コストがかかっちゃうので、ステージでイヤモニデビューしてみたいっていう方にはこの T9 めちゃくちゃおすすめだと思います。でしかも耳型取らないタイプで、その一般的なイヤモニターで、イヤピースもめちゃくちゃ付属してるので、自分の耳の大きさに合わせてマッチするやつをね、使っていただけたらいい感じだと思います。今トライフォースでツアー中なんですけども、その U4 と T9 セットで現場に持って行ったら、なんとトランペットの織田くんがめちゃくちゃ興味持ってくれて、ちょっと使ってみたいっていうのでね、貸したんですよ。そしたらめちゃくちゃドンハマりして、自分のトランペットの音だけモニターして、片耳だけ T9 つけて、でもう片耳は何もつけずに、ステージ上のメンバーの音が聞こえるような状態 でライブしたら、オーバーブロスすることもなく、ちゃんと自分の耳中にトランペットの音も聞こえて、しかもワイヤレスだからステージパフォーマンスもできるし、その転がしのモニターだと、その転がしのモニターがある場所でしかやっぱ自分の音が聞こえないんですよね。なのでうちのバンドみたいにこうステージ上動き回るプレイヤーにとっては結構厳しい場所があったりするんで、それをイヤモニだとやっぱこう動き回れて、でかついつでもどこでも同じ音が聞けるっていうね、管楽器プレイヤーでライブの体力が最後まで持たないっていう人へのゲームチェンジャーな製品だと思うんですけど、これね流行りますよ、この値段で。はい、というわけでギタリスト、ベーシストはもちろん、ホームプレイヤーのようなライブハウスで活動していて自分のモニターがしづらいっていう人に向けて、ちょっと今回この動画を作ってみましたけども、いかがでしたでしょうか。この動画気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。コメント欄でも何でも質問ください。できる限り返信したいと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。関谷智隆でした。バイバイ。